白人が描いたメタコメット宗長の肖像画、メタコメットはアメリカインディアンのワンパノアグ族の宗長でメタコムあるいは白人からフィリップ王とも呼ばれた。フィリップ王との呼び名はマケドニア王国のピリッポス2世からあやかったもの。兄のアムスッタも同じようにマケドニアのアレクサンドロス3世からとってアレキサンダーと呼ばれている。 マケドニアの二人の古代王を記念して、この二人の酋長につけたあだ名である。メタコメットは、フィリップ王戦争を引き起こしたインディアンの酋長として、白人に知られているが、これは、白人の誤解である。インディアンの社会は合議制の上に成り立っており、誰か一個人が強大な権力を持って、部族を統率するような独任性ではない。メタコメットはあくまで、酋長であって、主張でも、 部族長でも王でもない。インディアンの社会に王はいないのである。メタコメットは州長として申し分のない働きをした。飢えや病気で苦しんでいたピルグリムファーザーズに食料を与えてその命を救った有名なワンパノア部族のマサソイト州長の次男であり、メタコメット本人も1621年にピルグリムファーザーズと友人になった。また、兄は ワムスッタ州長である。フィリップ王のイスとされる岩ワンパノアグ族では、マサソイト州長の死後、長男のワムスッタが新州長になるが、白人側はマサソイトと結んだ両者の平和とプリマス植民地のための一万二千英間の土地を譲渡する条約を超えて入植地を拡大して行った。そのためワムスッタは不快感をあらわにしていた。 白人と入植地の土地について話し合い、村に帰る途中、ワムスッタは謎の死を遂げてしまった。そのため同年に新州長には24歳のワムスッタの弟メタコメットに受け継がれた。1674年12月に白人側につき、キリスト教に改修したワンパノアグ族のジョンササモンがメタコメット州長たちが白人に対して戦闘準備をしていると、 プリマス入植地の総督女子やウィンスローに告げた。そして1675年6月にメタコメットは入植地を拡大し、自分たちの土地を奪おうとする白人に対抗するため、ワンパのアブ族と同盟を結んでいたタブ族と共に、白人の入植地を攻撃し、白人入植者たちとの間で戦争が勃発した。この戦争は白人によってフィリップ王戦争と呼ばれた。 白人社会から見れば、戦争には司令官が必要なものであり、メタコメットはまさにその、司令官たる、大衆長に思えたからである。しかしメタコメットは合議制の中の世話役に過ぎず、部族が合議で白人との交戦を決めたから、これに従ったのである。合議に逆らう行いを白人がしたから部族会議は、交戦を決めたのである。メタコメットが、 個人的に交戦を決めたわけでも戦争を引いたわけでもない。結局1676年8月12日、メタコメット州長が戦死し、白人側の勝利で戦争は終結するが、死んだメタコム州長の遺体は白人たちにより八つ咲きにされ、切断された首は槍の先に突き刺され、白人たちの村に約20年近く見せしめとして飾られた。そして捕虜となった。 メタコメット州長の家族は奴隷としてバミューダ諸島に送られた。ありがとうございます。